るく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 るということで、マリオメーカー今日もやっていきます。俺の自慢のコース、おそらく世界最難関の謎解き、影坊主さん。最難関ですが、クリア率は 10%。 いやー、クリアできるでしょう。うん、目標2回以内にクリアします。あれ、これってゴールいけるんじゃないの？ダメ？何かあるのかな？ボス行こうか。で、右の方に鍵、バネ、パウブロックがあって、メットがある。鍵は取れないと思う。ボム兵とかが降ってくるわけでもない。上にはパックンとキノコ。キノコ取ったってね、出られないからね。無理だよね。ということはもうガリガリでしょ。なんかある。ほらったー。オッケーオッケー、これでクリアでしょ。違うところつながってたらどうしよう。いや、 10% だしね。はい、クリアー。よーし、世界最難関のコースも俺様にかかれば余裕だぜ。イエーイ。いや、あまり調子に乗るのはやめておこう。右上の鍵はフェイクですね。パウブロックもあれは使いようがないと思う。はい、おそらく世界最難関の謎解きコースクリアしました。ありがとうございます。はい、次はカナダの方のスピランのコースでしょうかね。こちら遊んでみたいと思います。どんなコースなのか楽しみですが、おお、なるほどね。おお、面白い。え、どっちが正しいんだろう。正解ルートがわからない。こっちでいいのかな。こう、はい、お邪魔しますよ。こうかな、いいのかな、合ってんのかな。てか、あ、中間あった。中間、へえ。ていうかルートこれで合ってんのかな。残り時間4秒しかなかったけど。いいの、サンガリア。ここ、あの、左の方に行ける気もするんだよね、今のね。ていうかこっち来る必要ないよね。もっと早く行けるよね。あ、あれ、同じところでやられる。次ちょっと左行ってみようかな。行けるのかな。ルートが2パターンあるとか、そういうことなのかな。あー、特に何もねえや。うん、何もない。やっぱり最初のルートで OK っぽいですね。これでいいと思う。あ、あ、スピードが足りないか。しょうがない。1、2のサンガリア。このスタート面白いですね。よし、これで大ジャンプで中間取って。あ、難しいぞ。どうなってんのここ。時間全然足んないよ。これは中間からもうやり直すの前提なのかな。届かない。結構ギリギリだ。こうか。1、2の3ガリア、4ガリア、5ガリア、6ガリアで、どうする。こっち一回右側の壁に行ってからリフトに乗ればいいのかな。1、2の、もう一マスしかないから結構、あ、難しいぞ、動く床でやるの。いや、でもこのコース面白い。1、2の3ガリア、4ガリア、5ガリア、6ガリアで、こっち来て、こうだ。あれ、時間違う気がする。なんか違う、絶対なんか違う。これは下でいいのかな。ルートがよくわからなかった。でもあそこまで行ければなんとかなるんじゃないかなと思うんだけど。ダメ、これ乗ってちゃダメ。
こうでしょ。オッケー、ゴール。結構難しかったけどね、今まで見たことはない感じがするね、これはね。はい、これで、2コース目ですね、クリアしました。ありがとうございます。このコースどうでしょう。ラン、赤コインイコールスピン、レッドコインイコールスピン。いやでもクリア率的にちょっと厳しいかな。1,2 のサンガリアからの 1,2 のスパ、赤コインレスピンね。はいはいはい、 OK、 わかりました。長いな、でもこのコース100秒あるのか。こうやってで、こうか。あ、失敗した。とりあえず先の様子見てこよう。1,2 の3で、4の3、楽しい、いいスピンだった。反応していかないとね。このコースね、基本的には氷ブロックのところでジャンプなり何なりをすればいいんだと思う。タイミング的にきっとそういう風に作られてるんじゃないかなと思うんだけど、違うかな。1,2 のサンガリアで、次がスピン、スピン、あ、超ジャンプかよ、わかんないよ。1,2 のサンガリアからのスピンからの超ジャンプ、お邪魔しマリオで、スピンでちょっと調整して、あ、しまった、もったいねー。踏めない、なんかずれた。結構タイムロスしちゃったけど、なんとか進んでこられたぞ。で、小さくなって中間か。え、どうすんだこれ。ルートがわからないぞ。ん？これでいいのか？はいはいはい。はいはいはい、頑張るよ。こう来て、ドスンで踏んでもらっ、あれ？あー、ここの、あ、危ない危ない。最初からやり直すところだった。あんなミスはできないけど、ここはもうやられるしかないな。会長お願いします。こうか。よし、1,2,3サンガリアからの、そろそろ赤コインやるんじゃねえか。どうだどうだ。うん、ちょっと焦って早くジャンプしすぎた。コインのマビがあるから、まだ分かりやすいといえば分かりやすいのかな。1,2,3サンガリアで、ギリギリまで走るよ。怖いけど、で、スピン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 。これね、時間は結構余裕があるっていうことが分かった。中間あるんだからね、タイムは気にしなくて OK。 ギミックだけしっかり見極めていこう。サンガリアして、走る走る、これたち流れる汗もそのまま。ここはまたさっきのと同じかな、のこのこ登っていく感じは。よし、もうちょっと先まで見れるといいな。ブーム、難しいぞ。スピン一発で奥まで行けないかな。まあいいや、従ってやってみよう。
や、このコース面白いですよ。簡単すぎず難しすぎず。スピンだ。こうか。あ、スピンだった。ちくしょう。戻れるかな。戻りたいけど、どこ、あ、くそ、今のチャンスだったんじゃないかな。くそ、届かないか。惜しかった。今の赤コインの位置よくわからなかったな。こう来て、こう来て、こう来て、ここで、あれ、あらら、クリアしちゃったよ。あ、そうかそうかそうか、中間からやり直しちゃってるから赤コインはリセットされちゃってるっていうか、赤コインはあくまで目印なんだね。ラン、赤コインスピンクリアしました。ありがとうございました。難しかった、でも面白かったです。そういうわけで今日はこの辺で終わりにしたいと思います。また次もぜひ遊びに来てください。次回はあなたのコースにくるくるくる。今日もご視聴ありがとうございました。ゆっくりと楽しんでいただけたら幸いです。もしよろしければまたゆっくりしに来てくださいね。チャンネル登録と高評価をいただけると尻尾を振って喜びます。これからも皆様に楽しんでいただけるよう、うぷ主も私たちも頑張ります。それではまたお会いしましょう。明日も楽しい一日がきっとやってくる。